皆さんこんにちは、田中えみりです。今日紹介するカップ麺はチキンラーメン丼ぶり、チキ牛、鶏ガラペッパービーフ味、そしてチキンラーメンビッグカップチキ豚、鶏ガラペッパー豚骨味です。日清食品の創業者安藤桃福が発明した世界初のインスタントラーメンチキンラーメンは、1958年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。61回目となる今年のバースデーは、チキンラーメンフェス with ひよこちゃんフレンズと題し、新キャラクターのうしこちゃんとぶたこちゃんが協力して作り上げた友情の一杯をコンセプトに、チキンラーメンならではのチキンの美味しさにビーフの味わいを加えたチキ牛と、ポークの味わいを加えたチキ豚の2品を発売しました。チキンラーメン丼ぶりチキ牛、鶏ガラペッパービーフ味は、おなじみのチキンスープに甘うまい牛脂が溶け込んだ風味豊かな味わいが特徴です。別添えのブラックペッパーを加えると病みつきになる味わいに仕上がります。チキンラーメンビッグカップチキ豚鶏ガラペッパー豚骨味は、ブラックペッパーを効かせたチキンスープに豚骨の味わいを合わせたコク深くまろやかなスープが特徴です。これまでのチキンラーメンとは一味違う2品をぜひお楽しみください。商品特徴、チキンラーメン丼ぶりチキ牛、鶏ガラペッパービーフ味。麺、醤油ベースのチキンスープで味付けした香ばしいチキンラーメンの麺。スープ、おなじみのチキンスープに甘うまい牛脂が溶け込んだ風味豊かなスープ。具材、味付け牛ミンチ、かき玉、ネギ。別添え、ブラックペッパー。チキンラーメンビッグカップチキ豚鶏ガラペッパー豚骨味。麺、醤油ベースのチキンスープで味付けした香ばしいチキンラーメンの麺。スープ、ブラックペッパーを効かせたチキンスープに豚骨の味わいを合わせたコク深くまろやかなスープ。具材、チャーシュー、かき玉、ネギ。食べてみた感想、チキ牛、オイルをかけた途端に香る焼肉の香り、いつものチキンラーメンがゴージャスな風味になりました。スープもコク深い味わいが広がっていますね。ブラックペッパーの粒が刺激的な辛さとしびれを演出しています。それほどの強烈な辛さではありませんので、辛さの苦手な方でも安心して召し上がれますよ。ちょっとこってりめの味わいをお楽しみたい方はうってつけの一杯です。チキ豚、こってりしたスープに油が浮かんでいてとても濃厚。チキンラーメンの香ばしい味によく合っています。いつもの味がコクうまになった感じですね。量もビッグサイズでたっぷり、お腹も満足。そしてスープもゆっくり最後まで美味しく飲めるので、リラックスするランチタイムやお夜食にもおすすめです。ひよこちゃんフレンズが協力して作り上げた友情の一杯、あなたはどっち派？本日はチキンラーメン丼ぶり、チキ牛、鶏ガラペッパービーフ味、そしてチキンラーメンビッグカップチキ豚、鶏ガラペッパー豚骨味を紹介しました。田中えみりでした。